スペシャルミュージック合唱ということで始まりましたけれども、私ですね、芦澤宗人がね、芦澤宗人です、覚えてくださいね。芦澤宗人が紹介する今回の一つ目、実は先月5月7日にリリースされましたこちらです、リュリュの4枚目のミニアルバム、グローリアクオリアを紹介したいと思っております。2008年にこのバンドは結成されまして、2009年からリュリュとして本格的に活動開始と、大敗的な世界観と攻撃的な楽曲が動画投稿サイトやライブ会場で話題となりました。そしてこちら3ピースエモーショナルロックバンドと言われてるんですよ。このアルバムちょっと開けてみてもいいですか。これ僕こういうの撮っとくタイプです、はい、こういうジャケットになってますけれどもね、皆さんなんかその結構考えて作ってるので、これ一個見るだけでも結構面白みの一つだと思います。このアルバム聞いた感想としては、もうとにかくこのバンドはあのね、言葉を大事にしています。もう全部の一文字一文字がちゃんと耳に入るし、意味合いもわかるし、もうなんか一つの小説読んでるかのような気持ちにさせてくれる、そんなバンドがこのリュリュでございます。すごいんですよこの歌、もうよくできてんの本当ね。何がよくできる、もう歌詞出だしでわかると思うんですけどね、多分あなたがいなくたって世界が止まることもないし、おそらく僕がいなくたってあの子は今日も笑ってる、超暗いんですよ出だし、めっちゃ暗いんですけど、これがねいいんですよ。これがあのだんだんね、このちゃんと言葉が体に染みてくると言いますか。でポイントはこの歌の最後に行くと、これ言ってることがちょっと変わってくるの。リュリュはなんか今の現代の、まあ、それこそツイッターとか、まあ、SNS とかでみんな悩んでる人とか、人の付き合いとかがうまくできない人というのが多分結構増えてるような僕は印象がちょっとあって、もうそれに対してなんだろうな、一個一個責任を持ってね答えていってるというような印象を受けるんですよ。最初だから暗いかもしれないけど、それはねいいんですよ、みんなが共感できるポイントなんです。これが、まあ、リュリュの素晴らしいところなんじゃないかなって思いました。でも何よりこの相良いつきちゃんが可愛い。生まれたさ息を吸って同時に芽生えた小さな種、目を開いて光を見て、誰もが祝福の歌を聞いた。頭を上げ立ち上がって、初めて世界と自分を知って、真っ白だった瞳の中、未来は何色だったんだっけ。あの日はさっきのメシアって曲がすごく中に入ってくるタイプで、こっちはだいぶ何ですかね、いい意味で突き放してるようなイメージがちょっとあって、そしてサウンドがものすごいヒリヒリしてるんですよ、音が。このヒリヒリ感と歌詞の具合がちょうどよくて、で、まあ、先ほど僕が歌詞にこだわってるなって言いましたけど、やっぱりミュージックビデオ見たら分かるんです、ここに横に歌詞がずっと出てるんですよ。もうそういうことなんですよ、つまり歌詞を本当に聞いてほしいと。でライブももちろんだけども、その歌詞とともにセットでやっぱりこれ聴かせたいんだなっていうのはよくわかるし、で僕一度ね、ボーカルの小山さんにお会いしたことがあって話したことがあるんですけど、やっぱり歌詞をいかに生かすかみたいなこともすごく考えてらっしゃる方で、もともと本を読むのが好きだっていう話もされてたので、ライブもきっとねこれはやばい感じになってんじゃないかな、この感じで歌ってたら。で結構泣く人がライブでも多いっていうことなので、これはね響くと思いますよ。でぜひともこの演奏してる様を見るとちょっと印象が変わったりするので、このミュージックビデオぜひともおすすめです。現在このアルバムグロリアクオリアを引っ提げてですね、バンド史上最大規模の全国ツアー中ということで、6月26日には渋谷のツタヤ、ツタヤ、オーウェストでツアーファイナルを行うと、またでかいとこでありますね。そしてまた6月26日までこちらのオフィシャルホームページでライブ音源のフリーダウンロードを実施中。太っ腹ね、これはクリックすれば出る的なやつなんですか。じゃあここら辺にありますんで、ここで飛んでってくださいもう。そして、まあ、この、まあ、リュリュというバンドをね、僕なりに一言で表現、なおかつイラストも添えて書いてみましたので、こんな感じです。暗い言葉の雨、こういう感じでね、ぜひとも言葉を浴びていただいて、もう一度浸っていただけたらいいかなと思います。リュリュおすすめです。ギャザリング by スペースシャワーミュージックボリューム5、初夏のアコースティック夕涼み、7月4日金曜日下北沢440にて、出演は真由脇坂、藤原さくら、ヤン&ナオミの3組、チケット
ケットは E プラスローソンチケットで発売中。気持ちいいアコースティックサウンドでジメジメの梅雨を吹き飛ばしましょう。